アルサクレーグ島は、スコットランドクライド湾の外れにある島である。カーリングで使用される、ストーンの原材料、ブルーホーン加工岩はこの島で採石される。地下山の岩系から形成されていて、現在は、無人島である。この島は16世紀のスコットランド宗教改革では、カトリック教会の避難所となったが、現在は、野鳥の楽園であり、 多数の白活踊りの巣があり日室の目取りも増えている。日本語では、アルサクレッグ島、エールサクレーグ島などと表記されることもある。北側から見たアルサクレーグ島島は、ガーバンの西約1 6トルに位置する。周囲は3キロメートル最高地点の標高は3 3 8メートルである。島全体が約5億年前に活動していた。 シカザンの岩形からできている。サウスエアシャイア行政区域の一部で、古代のデイリー教会区にある。スコットランド本土に面する、東海岸には、アルサクレーグ灯台があり、その上の丘の中原には、鳥の遺跡がある。1840年代のアルサクレーグ島ドゥヌレ城の、向こうにアルサクレーグ島が見える、カーリングストーンスコットランド宗教改革の間、アルサクレーグ島は、 カトリック教会の避難所の一つだった。1597年、カトリックを支持するレディランド男爵領のヒューバークレイがアルサクレーグ島を領有した。バークレイは、スコットランドでのカトリック信仰を再び確立しようとした、スペインの侵略を防ぐ拠点として島を使うつもりだったが、プロテスタント牧師のアンドリュー・ノックスによって発見され、 アルサクレーグ島沖で逃亡中あるいは恋に溺死した。1831年、第12代カセルス伯爵アーチボルド・ケネディは、初代エールザ公爵に除されているが、その爵位の名は領地であった本島に由来する。19世紀中頃から20世紀中頃にかけて、島は、カーリングのストーンの原料となる、リーベック線、石を含む珍しい種類の加工岩の採石場と、 なった。2004年現在、世界中で使用されているすべてのカーリングストーンの60から70%は、この島で採石された、花崗岩からできている。エディンバラのセントジャイルズ大聖堂のアザミチャペルの床も、また、この花崗岩でできている。アルサクレーグ島の灯台は1990年に、自動化され、同島は、現在無人島である。 葉っぱによる採石はもはや許可されていないが、島から採石された加工岩は、近年も、k o オ s スコットランド社によるカーリングストーン製造のために使用されている。島は、現在、野鳥の楽園となっている。多数の白カツオドリがここで巣作りを行っており、また、島に持ち込まれたラットの駆逐が進むに伴い、多数の2室の目取りが、 グルニモア島やシープ島近くからアルサクレーグ島に戻ってきている。長らくエールザ公爵家が本島を漁していたが、2013年に売却された。この島の名前アルサクレーグは、スコットランドゲール語のエル・クリーグ、またはクリーグ・エレセットの英国鉛まりである。エリザベスの岩を意味すると考えられている。最初の要素である、エルは、 レンスターの書に、アルダセインとして登場する、アルトシャッセン、イングランド人の断崖を意味するらしい。10世紀のマグムクラマの戦いでは、ポートリグ周辺の地域は、イングランドとウェールズの沿岸地帯として知られていた。これはこの地域の農産ぶりや表現が、この時期にこの地域に定住した、ゲール人にとってまだ珍しかったことを示している。この島は、アイルランド島。 スコットランド間の海峡で最も有名なランドマークとなり、その結果、多くの異なる名前で知られることとなった。エリザベスという名前は、実際にはエルズペスの名前で、ソニー・ビーンの娘エルズペス・マクルーデンを意味している。ソニー・ビーンは、エアシャイアンのガーバンに、ケムクジャラの木を植えたことで知られる。地元の伝説によれば、エルズペスは、 群衆から逃れるためにアルサクレーグへ泳ごうとしたが、失敗し、その木で、公主系となった。島は、また、パディの標石と呼ばれることもある。それはこの島が、多くのアイルランド人労働者が食を求めて、スコットランドへと向かう伝統的な移民ルートである。ベルファストからグラスゴーへの船旅のほぼ中間点に、当たるからである。 北アイルランドの歌手で作曲家のフォイバンスが2009年4月にリリースしたポートレーツ・オブ・ザ・アーチストというシングルにはポートレーツ・オブ・エール・サ・クレーグという題名の曲が収録されている。この記事には現在パブリックドメインであるブリタニカ百科時点第11版のテキストが含まれています。ありがとうございます。